バーチューズラストリワードのシナリオとディレクターを務めたスパイクチューンソフトの内越幸太郎です。この度は2013ゲームデベロッパーズチョイスアワードのナラティブ部門にノミネートされ本当に嬉しいです。3月27日ゲームスポットライブ中継で結果が発表されます。皆さんぜひご覧ください。